今日は俺の初の収録日。ねマネージャー、あのさ、今日全部終わったら俺にイチゴいっぱいおごってね。じゃないとなんか頑張れないからさ、頑張るためにはご褒美っていっぱい必要じゃん。え、なになに、聞こえない。え、もう始まってんの？始めなきゃ。じゃないとマネージャーとかに怒られちゃうから。そう、はい、皆さんこんにちは。やっほー、見えてるかな、見えてますか。なんだったっけな、やること。あ、そうそうそう、初めてだから俺が誰かっていう話だよね。だからまずは自己紹介をしたいと思います。俺の名前はアイムソラ、見ての通り男の子です。見ての通りね。身長は178センチ、体重は秘密、チャームポイントはこの大きなお目目です。好きなものがたくさんあるんだけれども、アニメとかゲームが大好きなオタク。みんなもオタクですか？オタク、イエーイ。食べ物もいろんなものがあるんだけど、いちごとメロンパン、はい、そこ子供っぽいと思ったみんな、ダメ、子供っぽくてもいいの。そしてアニメとかの二次元アイドルとかがすっごい大好きで、いつか俺もあんな人たちみたいに歌えるといいななんて思ってます。嫌いなものもたくさんあります。無視されること、虫、そして寿司。空の嫌いなものは虫、虫、寿司って覚えてね。あとね、世界中に友達をたくさん作りたいなと思っています。で、そのためにはやっぱり英語が喋れなきゃね。ということで、俺は英語が喋れるんだな。Hi English speakers, my name is I'm Sora. Call me Sora. I can speak English because I learned it from watching anime in English, like the dubbed one. So I want to make friends everywhere in the world. So leave comments and let me know where you're from. 俺、世界中に友達が欲しいから、みんなどこの出身かぜひぜひコメントに残していってください。そして今日の動画はね、最初は短い方がいいよって教えてくれたマネージャーがいるから、これで終わり。あ、そうそう、最後にこれも言わなきゃ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。アイムソラでした。また動画見てね。バイバーイ。